はい、どうも朝日です。今日はですね、タイトルが素敵な小説を選びました、ので大発表しようと思います。大概ね、小説で名作ってね、読んだ後にタイトルを思い返すと大概いいタイトルなんですけど、名作はどれもタイトルがいいという感じですけども、その中でも僕が、ちょっと好みな素敵だなと思うタイトルをね、選びましたので、発表しようと思います。まあタイトルそのものが素敵な小説、もう内容関係なく、あ、タイトルだけでもいいなって、読みたいなって思う作品を7選、ともう一つ、読んでタイトルが好きになった小説ですね、これ内容ありきで読み終わった後にこのタイトル、あ、味わい深いなって思うような、まあ、そういうタイトルですね。その2種類を、選んでみましたので、まあ、それも7選なんで、全部で14選ですね、サクサクいこうと思いますけど、まあタイトルが素敵な小説なんて無限にありますから、ちょっと皆さんのね、自分が好きな、タイトルをね、コメントで教えていただけたらと思います。はい、タイトルそのものが素敵な小説、これはね、もう内容に関係なく、もうタイトルそのものが好きっていうやつなんで、特に内容の話もしないんで、サクサク、もうポン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 、7個いこうと思います。1、はい、1つ目、山下純と君たちはしかし再び恋、はい、もう素晴らしいタイトルですね、まあ、山下純さんの小説は、まあ、僕結構読んでてタイトル全部好きなんですけど、まあ、やっぱ本を読んでこのタイトル、本と、タイトルのこの噛み合わせっていうかね、それが素敵だなって思うものが多いんですけど、この君たちはしかし再び恋っていうのはもうタイトルだけ見てバーンと、はもうこれは読もうっていう感じのね、インパクトのあるタイトルで素敵ですね。なんかどうしたらこの並びが思いつくのっていう感じの、いいタイトルですね。はい、2つ目、エクニカオリ、泳ぐのに安全でも適切でもありません。まあ、これもね、なんか興味を引くタイトルですね。川はとかね、最初に入るやつですね、海、この海は泳ぐのに安全でも適切でもありませんみたいな、まあエグニさんはね、タイトル上手いですよね、やっぱり。はい、3つ目は椎名誠、殺したい蕎麦屋、めちゃくちゃ笑いましたね、これ書店で見かけた時、まあ、これ実は言うと小説じゃないんですよ、エッセイなんですけど、ちょっと今回どうしても載せたくて、無理やり入れましたけど、内容もねめちゃくちゃ笑える話ですけど、まあ、椎名さんはね、素敵なタイトルいっぱいあるし、さらば国分寺書店のおばばに始まり、まあ、小説もね、哀愁の街に霧が降るのだとか素敵なタイトルの作品いっぱいありますけれども、まあちょっと殺したい蕎麦屋のね、なんちゅうタイトルやっていう感じがね、好きですね。はい、4つ目、ジャック・ケラック、ウィリアム・バローズ、そしてカバたちはタンクで茹で死に、まあ、英語でもね、And the hippos were boiled in their tanks って同じタイトルですね、直訳ですね。ジャック・ケラックはタイトルセンスめちゃくちゃいいし、ウィリアム・バローズの裸のランチっていうのを命名したのはジャック・ケラックですから、まあ、タイトルはね、さすがにうまいって感じですよ。これはね、とりわけインパクトがあるタイトルですね。5つ目は、アグラやベテラニー、その子供はなぜおかゆの中で煮えているのか、はい、これはもう僕はもうタイトル見て買おうと思いましたね。どんな小説かも分かんない、内容も全く分かんないのに、もうとにかくその子供はなぜおかゆの中で煮えてるのか、なぜ煮えてるのって思いましたね、なぜなぜっていう感じで、買ってすぐ読みましたね、まあ、内容も素晴らしい作品ですけれども。はい、6つ目は、キャシー・アッカー、血みどろ臓物ハイスクールですね。はい、まあ、これは内容も僕好きなんで、何回かこのチャンネルで紹介したことあるんですけど、でもそれでもまずこのタイトルのインパクトですね。血みどろ臓物ハイスクールですよ。明らかにパンクな小説だなっていうのが丸見えっていう感じでいいですね。7、はい、7冊目はリリア・デイビス、サミュエル・ジョンソンが怒っている、素晴らしいですね。超短いショート的な、まあ、ミニマリズムな作品で、まあ、サミュエル・ジョンソンって実在する人物でね、辞書、いわゆる我々が思っている辞書に近い形のものを、作った一番古い人っていう感じですね。まあ、このサミュエル・ジョンソンっていう人が怒りん坊なんですけどね、そのまんまですね、サミュエル・ジョンソンが怒っているっていうね、いいタイトルですね。
はい、次はね、読んでタイトルが好きになった小説7選を発表したいと思います。まあこれはちょっと解説、つけますけど、まあまあそんなに深くは話さないですけど。一つ目は小田作之助、夫婦善哉ですね。まあこれは、有名なクラシックですけれども、夫婦善哉ってね、あの大阪の難波にある宝善寺横丁っていうところ の, あのお店の名前で、あの夫婦善哉っていうこの2つの善哉があの実際に出る、まあ、今でもあるお店なんですけど、これがね、あの小説読んで夫婦善哉っていうタイトル考えると皮肉だなと思いますね。あのタイトルだけ見るとなんかね、あの 仲いい夫婦のあのほっこりした話かなと思うんですけど、全然違う壮絶な話なんですよね。なんかため息つくような話なんですけど、まあ、それで夫婦善哉っていうのはこう皮肉が効いていいなっていう感じで好きですね。はい、2つ目は中島ラモ、今夜すべてのバーで、はい、これはもう言わずと知れたラモさんの、まあ、人気作品ですね。まあ、これはまあ今夜すべてのバーでっていうタイトルがちょっとカッコつけてる感じがいいんですよね。なんかやっぱラモさんのロマンチストな感じ、ちょっとメルヘンな感じが出てていいですね。でこれはアル中が、まあ、入院してアル中を治すっていう治療をするっていう話なんですけど、そこで今夜すべてのバーでっていうタイトルをこう逆張りでつけてる感じが、こう読んでてこのタイトルあいいなって思える作品タイトルですね。はい、3つ目はロバート A ハインラインの夏への扉ですね。まあ英題もダドアインツーサマーほとんど一緒ですね。これもね、作品の冒頭で、この猫についての話が出てくるんですよね。飼ってる猫が冬になると落ち着きなくなって、なんかいろんなところをこう探し回る、何かを探しているみたいな、それがこう夏への扉を探していると、どこかドアを開けたらそこに夏が待ってるんじゃないかっていうのを、夏を探してるんじゃないかっていう、こう描写があるんですね。夏への扉を読んだことない方はこの冒頭の数ページだけでも読んでほしいですね。そこだけでももうものすごいいい短編だなと思える作品ですね。はい、4つ目はジョセフ・ヘーラーのキャッチ22ですね。はい、これはもうキャッチ22というこのタイトルがもう後に英語の辞書にも載るようになって、まあ、矛盾した様子とかどん詰まりの状態、ニッチもサッチもいかないような状態、そういう状態はもうキャッチ22だというようになったくらいこの小説の影響力がでかいんですけど、まあ、これについてはね、あのキャッチ22の動画も出してますんで、そちらを見ていただければと思います。まあ、非常にいいタイトルですね。はい、5つ目はカート・ボネガットチャンピオンたちの朝食ですね。まあタイトルは今一緒でブレックファースト・オブ・チャンピオンズってなってて、これはね商品名なんですよね。あのブレックファースト・オブ・チャンピオンたちの朝食っていうあのシリアルですね。確か実際にあったシリアルの、あの商品名だと思うんですけど、これをこのタイトルに持ってきたっていうのは、まあこれ小説読んでるとうまいなって思いますね。ボネガット節だなって思う、ちょっといい、まあ、皮肉の効いたユニークで、なんか洒落てるタイトルですね。はい、6つ目はダグラス・アダムス、さようなら今まで魚をありがとうですね。まあ、英語だと So long and thanks for all the fish っていう、まあ、ほとんど同じタイトルですね。これは銀河ヒッチハイクガイドっていうかシリーズの中の一つなんですけれども、さようなら今まで魚をありがとうっていうのはイルカの目線ですね。イルカ視点で人間たちに向かって、これはイルカショーとかのイルカですね、水族館にいるイルカですね、今まで魚をくれてありがとう、楽しかったよ、ではさようならっていうタイトルなんですね。これはまあ地球が滅亡するっていう話ですから、地球が滅亡した後にイルカだけはそれを滅亡することを知ってて事前に逃げてるんですね。はい、7つ目はレティシア・コロンパニーの三つ編みですね。はい、これはまあめちゃくちゃ、なんていうか流行った小説ですね。すごいブームになりましたね。まあ現代はちょっと僕読めないですけど、レッドガスみたいな感じですかね。まあほとんど同じ三つ編みっていうタイトルですね。これは、まあ、3つの物語がだんだん交錯していくっていうあの話なんで、まあ、そういう意味で三つ編みみたいな話っていう意味があるんですけれども、交差していく3つがプラスやっぱりこのこう女性の物語ですから、紙っていうのが、女性にとってどういう、こう大事なものとして捉えられてきたか、でどう、こう紙が女性の命なんだって、
言われ続けてきたかっていうようなのが一個重要なんですね。でその中でカツラが一個テーマになって、イタリアのねシチリア半島でカツラをこう製造している会社があって、でそのカツラがいいカツラがもう世界に輸出されていくんですけど、そのカツラの物語みたいなものがどう絡ん話に絡んでくるか。でまた三つ編みっていうのはこれただの三つ編みじゃなくて、何かこう祈りみたいなものがあるんですね。こう祈りとしての三つ編みみたいな、これもうものすごい深い意味が、もう何重もの意味がある三つ編みというタイトルで、すごく、物語を読むと、あ、素敵なうまいタイトルを思いついたなっていう感じに思いますね。はい、まあ以上、タイトルそのものが好きな小説と、まあ本読んでタイトルがいいなって思った小説に分けて7つずつ発表しましたけれども、考えてみたらもうあれもあるなとかもうめちゃくちゃいっぱいあるんですよね、言ってないやつが。でもまあちょっとバランス考えてこの7つかなみたいな感じでなんとなくちょっと選んでみましたけど、ちょっと個人的にはねまだいっぱいあるぞっていう感じがありますから、まあ皆さんの中でいやこれこのタイトルすごい好きですみたいなあったら、コメントをいただけると嬉しいですね。ということで、タイトルが素敵な小説を発表しました。以上です。ありがとうございます。